Suddenly 5 years from that, Japan has been revived, but the survivors are still doing peace activities. Those who wish for peace above all say always, peace is what makes us. Abroad survivors support this activity. アフリカでも、それからヨーロッパでも、核の材料となるウラン鉱が次々発見しては、それを掘り出して利用してるんですけれども、アジアの国でもですね、そういう中で、それが一体どういう影響を及ぼすのかということを知らないままに、私たちは利用してる。だからまず核兵器を止めるっていうことも大事ですし、同時に核の拡散を防ぐために核の利用、核の平和利用っていうのは夢物語みたいなものだから、それもしっかり考えていかないといけないというふうに考えております。嬉しい限りです。本当に嬉しい。お願いします。ありがとうございます。頑張ります。すみません。世界の皆さんに心から訴えたいと思います。私は9歳の時に長崎原爆に被爆をいたしました。幸い山の中での被爆でしたので、私自身は外傷もなくこのように元気ですけれども、しかし内部に憂いを抱えて83年間生きております。私たち被爆者は絶対悪の原子爆弾を容認いたしません。そういう正当化論には組みしません。かつて日本はアジア、東南アジアをはじめ世界の国々に侵略という、あるいは人権侵害、略奪、虐殺などという非人道的な戦闘行為をもって多大の迷惑をかけてきました。その謝罪も不十分なままに、また新たに平和憲法を改悪して戦争する国に向かおうとしていることに、一日本人として大きな憂いを、あるいは危険性を感じております。世界の各地で活躍しておられる世界の平和を目指す皆さんに訴えたいと思います。どんな困難があろうとも戦争をしない、核を使わない、かけがえのない地球を、未来を目指す子どもたちのために大切にしていきたい。私は長崎から訴えます。長崎を最後の被爆地にする、これが願いです。全世界の平和活動家の皆さん、手を携えて決してたじろぐことなく頑張ってまいりましょう。皆さんの力をお互いに尽くしてまいりましょう。よろしくお願いします。ぜひ一つ全体に気づけます。はい、ありがとうございます。山田さんもお電話心配しないで。いやいや。すいません。あ、すいません。私は74年前、4歳と10ヶ月の時に長崎の原爆によって被爆をしました。私たちの身の回りの被爆者の中には、例えば指が多かったり、また欠損したり、せっかく生まれてきても
容態が急変して死んでった赤ちゃんだとか、それから高校生までなったんだけども白血病は発症して死んでいくと、そういうこともあります。原子爆弾というのはそういうふうにして被爆者だけじゃなくて被爆者の子供孫にも影響が出てくると、そういう恐ろしいこの非人道的な兵器だと思っています。私たちの願いは再び被爆者を作るなと、この一言に限ると、そして核戦争は絶対起こすなということです。逆にあの向こうの病気にからされてそれだけ気につけてどういうのを信じてるのかっていうのを聞いて歩きたいなと思ってるんですけど、まず知りたくて。平和ね、プロビダンス、神はあの常に今の現実そのものでなくてその次に来るものを見通していると。今現実はあの悲惨なそれかもしれないけれども、それがあったがために次の平和運動があの生まれてくるとかね、それをするための布石としてのあのもう そういうものの見方をプロビダンスって言いますね。大石さんっていうね、はい、有名な写真家ですよ、これがいいですかね。みんな見ていただくのは これがいい、なるほどな。私が被爆した当時の私のこの辺りの姿はどういう姿ですか。あ、それでその道をこうぶらぶら出かけ方だったから歩いて、ここの歩いて、はい、ここら辺まで来たら飛行機が急降下してきた、うん、ほらもう出かけ方だから日本の飛行機が飛んできたと思って、うん、一生懸命見ようと思って見た途端にピカッと来たわけだね。そしたらあのピカを見て飛び込んで今度はドンが来た。ここは 2.9 キロです、はい、普通の爆撃も経験したので、その要するに普通の爆撃と原子爆弾を茶化するのでは全然そのもう桁が違うというか、もう意味が違うということを言いたいですね。いい成果が出てきてください。はい、頑張ってきます、はいはい。まあ、He once again hears the promise he had exchanged to fathers. Someday you have to contribute to the world peace.